はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。10時をちょっと回りました。7月は6日のですね、土曜日ですね。カレンダーないね。カレンダー事務所にはね、こうやってテーブルにカレンダー置いてあるんですけど、そこまでは持ってきませんでしたね。だから日付を確認するのはこの PC の右下のところですね。7月の6日曜日までは書いてないですね。で、いつも地下鉄で移動して事務所に行くんですけど、地下鉄に乗ってるとね、あ、今日は土曜日やとか日曜日とか分かるんですよ。ダイヤが違うのとか、やっぱ人がね、いませんから、土日は。しかし家から出てませんのでね、今日は後で行きますけどね、車でね、ちょっと用事があって。さて、行きましょうか。本題は、マネーポストウェブでございまして、これはですね、奨学関係ですね。ポストセブンというサイトがあるんですけど、そこからですね、経済系のニュースだけをこう取ってきたようなサイトでございます。マネーポストウェブと、タイトルがですね、世界的株高の裏に潜む大恐慌のリスク、100年前の世界恐慌と酷似している今の状況と過去から学ぶべきこと。100年前、と言いますとですね、1929年にですね、ブラックサースデーやったかな、でニューヨーク株式が暴落しまして、そこからですね、世界的なこう、まあ、大不況、不況のきついことを恐慌と言いますけども、それに、こう、酷似、むちゃくちゃ似てるんちゃうかという話でございます。これは、ですね、大前健一さんがですね、お書きになっているというか、まあ、多分この方はお話になって誰かがまとめてるんやと思いますけど、ビジネス新大陸の歩き方というシリーズでございます。ちょっと本文を行きましょうか。こんな感じです。アメリカの代表的な株価指数、S&P500 は6月も史上最高値を更新し、昔はニューヨークダウって言ったんですけどね、最近はこの S&P500 で、もうそうした影響を受け、日本株市場も底堅く推移している。しかし経営コンサルタントの大前健一氏は、戦争、パンデミックからインフレ、株価バブル、そして恐慌へという動程は100年前にも世界が経験したこと、どうして再び世界の大恐慌が襲う、リスクを指摘する。大前氏は直近の国内、世界情勢を踏まえて検証すると。もうちょっと行きましょうか。第一次世界大戦終盤からの3年間、1918から21ですね、に猛威を振るったスペイン風邪では、感染がピークアウトしてからも経済が大変動に見舞われた。欧米ではインフレが加速し、1929年のアメリカ株バブル崩壊に端を発した世界恐慌へとつながったうにゃうにゃというか、第一次世界大戦中にこのスペイン風邪と呼ばれるですね、まあ、インフルエンザですね、今から考えると、これが大流行してですね、この戦争中だったんでね、お互いそのこう何人が亡くなったというふうなことは一切発表しなかったんですね。一説によると2、3000万人亡くなったんじゃないかというふうに言われています。これって多分今回のコロナよりかはひどいと思います。まあ当時ですね、なんて言いますかね、医学もまだ100年前の医学ですし、衛生環境もそうよろしくないし、しかも戦争中でしょ。なんでですね、相当これはやばかった感じですね。今回のコロナでですね、日本人はおそらく10万人も行っていない、亡くなっていないんですけど、アメリカ人は100万人は行きました。分かってるだけでね。で、分かっていないのを含めたら、まあ、倍にして200万人です。まあね、日本は大したことなかったですね、ほんまにね。なぜか。で、世界的に見たらどうでしょうね。1000万人ぐらいちゃうんかなと思うんですけどね。今回のコロナは。で、あれだけ大騒ぎしてワクチンもやってです、やったことでやっぱし、防いだんだと思いますけど、本来なら2、3000万いっててもですね、まあ不思議はなかったでしょうね。まあそれはいいとしまして、ちょうどだからその時もですね、その後で、ですね、大恐慌がやってきたということで似てるんちゃうかと。まあね、どうでしょうかね。
ですね、今の株が上がっているのはですね、100年前に一部の企業に投機マネーが集中した状況と酷似している。1920年代のアメリカでは市民を巻き込んだ投機ブームが起き、銀行、鉄道、石油会社などの株が高騰、ダウ工業平均は史上最高値を記録して株バブルとなったが、1929年10月のブラックサースデーを機に大暴落し、世界恐慌の引き金となったと。暗黒の木曜日ですね。その後日本もですね、昭和恐慌、1930年代へとつながっていく。私の父親はもうとっくに亡くなりましたけど、1916年生まれなんですよ。で、当時、旧制中学を出ました。旧制中学は5年間ございますから、17歳の時に就職をするんですけども、それがですね、1933年になるんですかね。すごい大恐慌でですね、不況でですね、就職先はなかったというふうに、えらいだから苦労して就職先を見つけてですね、そこで10年間働いたそうでございますけど、まあだからうち、私の親父はね、私よりサラリーマン長い。私は全部で4年半しかやってますけど、うちの親父は10年間サラリーマンやってたんですよ。その後はですね、あれですね、途中ですね、軍属としてシンガポールに行ったんですけど、その後はずっと、日本に帰ってきて、京都で古本屋を開いて一生を終えたという人ですけども、まあ彼の昔の話をよう聞いたんですけどもですね、いや、大変やったねということですね。で、この時にアメリカの大統領ルーズベルトっていうんですけど、フランクリン・デラのルーズベルト、FDR と言います。もう一人ルーズベルトいるんですね、セオドア・ルーズベルトって言いまして、そっちを区別するために、FDR と言ったりしますけども、この FDR がですね、ニューディール政策というのがあるんですね。テネシー川開発公社なんていうのを作りましてですね、そこで大量の人を雇用するわけですね、建設工事に。それで景気刺激策を行って景気を回復させたんだというふうにですね、僕の時代は教科書に書いてありました。でもですね、その後の経済学の研究によれば、ニューディール政策は全く効果がなかったと結論付けられている。まあそうでしょうね。政府が多少ね、雇用を増やしたところで、お金を使って雇用を増やしたところでですね、結局は不況のままやったんですね。ところがその後ですね、1939年からですね、第二次世界大戦が始まります。これはですね、ドイツで台頭したナチスがですね、ポーランドに攻め込んだんですね。で、ポーランドとイギリスとフランスは同盟国だったんで、直ちにですね、イギリスとフランスはドイツに宣戦を布告しまして、そこで第二次世界大戦が始まります。で、ここでこう一気に予防戦争やになったわけです。で、アメリカが参加したのはですね、その2年後、2年ちょっと後ですね、日本が真珠湾攻撃をしたことによって、アメリカも第二次世界大戦に参加して、あれですね、ドイツがですね、アメリカに宣戦を布告しまして、これでアメリカとドイツも戦うことになって、皆さんご存知の第二次世界大戦の構図がそこで出来上がるわけですけども、まあ、それによってね、戦争ってものすごいその需要を生み出すでしょ。もう政府はそんな言うてられへんが、財政がどうのこうのと言うてられへんから、とりあえず金使うでしょ。そこで一気に回復したというふうにされていますね。つまり第二次世界大戦が世界経済を救ったということでして。じゃあ今回、この今大丈夫ですけど、この後どうも不況になりそうな感じが濃厚に漂ってるわけですよ。この大前健一さんではないですけど、その大不況をやってきたらですね、第三次世界大戦やるんかって嫌やそんな。勘弁してな、そんな。次はね、核兵器ありますからね、本気でやったらですね、もうそんなも大変ですよね。なんでですね、この後の大不況は来るだろうと私は思います。もう常に、すでにですね、中国は大不況ですね、もう目を覆うばかりの大不況になってまして、これがもうすぐですね、他のエリアですね。今はですね、ヨーロッパもかなりよろしくないんですよね、ドイツをはじめとして。で、それがですね、アメリカ、日本はまだマシなんですよ。マシ、不思議なことに。アメリカなんかあんだけ金利を上げてるのにですね、不況になっていない。不思議やわ。なんでやろう。多分軍需産業ちゃうんかなと。いわゆるウクライナを支援するためにですね、軍需産業がガンガン生産してるでしょ。それだけちゃうんかなという気がするんですけどね。
だそのあたりも大前健さん曰く、その第一次大戦後のですね、好景気と似てるんちゃうかというふうにおっしゃってるわけですけどね。はい、まあ同じになるかどうかは知りません。私はあんまりこういう議論過ぎちゃうんですけどね、これ今は何年前でよう似てるとかってそういう議論ですけどね。一応貼っときましょうね、これ世界的株高の裏に潜む大恐慌のリスクというですね、タイトルの記事ですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。